吉田さん、いろいろとね、飲食店が厳しい中でラーメン屋がこういったチラシ打ってきましたよ。あの、餃子半額みたいなのね。まあこうやって誰しもお金がなければどうやってお金をね、まあ、作っていくか、売り上げを取っていくか、利益を出していくかってことをあの手この手で知恵を絞ってこうやって先行投資して頑張るわけですよね。ラーメン屋さんなんて何も特別なことをやってるわけではなくて、私たちもラーメン食べますよね。だからその提供する側にいるのか、ラーメンを食べる側にいるのかってことなんですよ。もちろんラーメン食べてばっかりだとお金はなくなっていく一方です。だからラーメンを食べさせる方にね、やっぱり行くことによってお金を得るチャンスを手にすることができるわけですよね。で、世の中の商売ってのは誰かが求めるから成り立つわけですよ。こうやったラーメン屋、誰も食べに行かなければもちろん成り立ちません。ある一時期の時のように緊急なんとか宣言みたいなね、飲食店を利用するなみたいなことになっちゃうと戦々恐々ですよ。でもそういった苦しい状況を乗り越えて今こうやってラーメンっていう文化をね、なくさないために頑張ってらっしゃる方がいると考えると、なんかいつまで経ってもお金がないっていうのは何なんでしょうね。少なくともラーメン屋さんはラーメンをこの苦しい状況の中で売り続けてきた。一心不乱にね、ラーメン以外のものをやることなくラーメンを売り続けてるわけですよ。で、生き残ってるわけなんですよね。いや、すごいなと思いますよ。だから生き残ってきた人がやってきたことを少なくとも私たちはやっただろうか、学んでいるだろうかってことを考えると、管を巻いてるだけで何もしなければそれは多くの人は離れていくよねってことになっちゃうんですよ。だからやっぱりね、打つ手は打っていこうよってことと、打つ手がもしわからないなら打つ手を打ってる人を見てみようよってことですよね。まあどんなに、まあ、頑張ってもできないことはありますけども、でもやらずにできないことってのはなんかちょっと変な話ですよ。やってみたけどダメだったっていうところには何かしらの肥やしなり花開く経験っていうのが残ると思いますけども、何もやらなければまさに何も残らずに時間がロストするだけってことになっちゃいますよね。まあ、自分のことを振り返ってもね、数々の商売に失敗したからこそ言えるんじゃないかなと思う、分かるんじゃないかなと思うんですよ。何をしちゃいけないのか、何をするべきかってことが。でもやっぱりね、誰かの引いたレールの上、誰かが作った仕事や作業の上にいるばっかりでは見えてこないものがこれ多すぎるんですよね。私も多くの従業員さんを使ってきましたけども、仕入れの苦しみとかね、業者さんとの取引とか、お客さんが来ない時の危機感とか、多分あれは私だけのものだったんじゃないかなと思うんですよ。お客さんが来ないからちょっと焦るけど、でも給料は入るよねみたいなね、暮らし方をしてる人には分かんないと思うんですよ。給料が入るんじゃなくて払わなければならないっていうね、重圧、そう感じたら打つ手は片っ端から打つ、できることは何でもやるっていう風な気持ちになるはずなんですよ。で、そういう風にして手数を出した人が世の中を前に進めてる中で、手数を出さない人がなんとなくまあ隙間に乗っかってついてきてるってところもまあなくはないんですけどもね。けどそういう発想だといつまで経っても部長が帰らないからね、僕らみんな帰れないんですよみたいなね、的外れな怒りが従業員から湧いてくるかなとで、挙句には人生は何ですかって聞いたら、それ聞いたらなんか意味あるんですか、ね、なんか意味あるんですか、あなたの人生に意味があるんですか、それがあなたの人生の答えです、あなたの人生に意味があるんですか、ないよないよ、野菜食ってんじゃねえ、野菜食ってんじゃねえ、マスクしてんじゃねえみたいなね、なんか怒る人もいるんですよ。いってらっしゃい。